アレクサンダー・バークマンアレクサンダー・バークマン、またはアレクサンドル・ベルクマンとは、その政治的な行動や著作で知られる、無政府主義者。20世紀初めのアナキズムにおける指導者の一人、リトアニアの首都ビリニュスで、ユダヤ人として生まれた。1888年に、アメリカのニューヨークへ移住し、そこで無政府主義運動に身を投じる。 彼は同じくアナキストのエマ・ゴールドマンの恋人であり、修正の友だった。1892年、バークマンは、遂行のプロパガンダの一環として、ヘンリー・クレイ・フリックの暗殺を試みる。結果は失敗であり、バークマンは、刑務所で14年間を過ごすことになった。そこでの体験は、彼の諸女作である、あるアナキストによる、刑務所の回想にまとめられた。 出所後のバークマンは、ゴールドマンの雑誌、母なる地球の編集者となり、自身も、葉っぱという雑誌を発行した。1917年、バークマンとゴールドマンは徴兵制に対する反対、工作がとがめられ、懲役2年を言い渡された。出所後、再び二人は、他の何百という人々と共に逮捕され、ロシアに、国外退去をさせられた。 はじめはボリシェビキによる革命に好意的だったバークマンだったがすぐにソビエトの暴力と自由な声の抑圧に対して反対する声明を出した1925年ボリシェビキの神話を出版しているフランスで生活しながらバークマンはアナキズムの原則に古典的な解説を加えた文章アナキズムの ABC を発表し アナキズム運動を支援する活動を続けた。病に苦しみ、1936年6月28日、拳銃により自ら命を絶つ。出生名はオフセイ・オシポビチ・ベルクマンで、当時はロシア帝国の一部だったリトアニアの裕福なユダヤ人の家庭に生まれた4人兄弟の抜子である。バークマンはペテルブルクで育ち、 よりロシアらしい名前としてアレクサンドルを使うようになった。友人たちからはサーシャと呼ばれていた。バークマンの家族は使用人や別荘を持った豊かな暮らしを送っていた。バークマンはギムナジウムに通い、そこで古典的な教育を受けた。当時からロシアの首都圏の労働者たちに広がっていたラディカリズムに影響を受けている。 1881年、アレクサンドル2世が爆弾によって暗殺された。その衝撃の余波で、バークマンの通う学校の授業が取りやめになった。その日の午後、彼の両親たちが抑えた口調で言葉を交わす一方で、バークマンはナロード2期であった、マクシムおじさんこと、マークナタンソンから暗殺とは何かを学習していたのだった。バークマンが15歳の時に、父親が亡くなり、 母親も翌年息を引き取った。1888年2月、バークマンはアメリカへと立った。ヘイマーケット事件で有罪となった男の釈放を訴えるキャンペーンを組織していたグループとの関係を通じて、バークマンはアナーキストとなる。ニューヨークについてすぐのことだった。 当時アメリカで最も有名だったアナキストである、ヨハン・モストの影響を受けるまで時間はかからなかった。ヨハン・モストは、遂行のプロパガンダというテロ行為、あるいは大衆を反逆に導くための暴力の、提唱者だった。バークマンは、ヨハン・モストの新聞、自由のタイプライターとなる。バークマンは、ニューヨークで自分と同じく、ロシアからの移民である、エマ・ゴールドマンと出会い、恋に落ちた。 すぐに彼らは自分たちのいとこや友人と共に共同生活を始めている。困難に満ちた人生だったが、バークマンとゴールドマンは何十年もの間固い絆で結ばれ、平等な個人というアナキズムの原理と責任によって一つだったのだ。バークマンは次第にヨハンモストと疎遠になり、別の雑誌、自治と関わっていく。しかし、 革命的を鼓舞するための手段としての暴力的な行動という方針に身を委ねることをやめはしなかった。バークマンとエマ・ゴールドマンが初めて政治的な行動を起こす機会を見出したのがペンシルベニア州ホームステッド工場でのストライキ事件だった。1892年6月、カーネギー鉄鋼会社と鉄鋼労働者合同組合の交渉が決裂すると、 ホームステッドにある工場の労働者たちは、ロックアウトされた。工場長だったヘンリー・クレイ・フリックは、ピンカートン警備会社から警備員300人を雇って、武装させ、組合のピケを突破させた。ピンカートン社の警備員は6月6日、工場を襲って銃撃戦を繰り広げた。12時間にも及ぶ戦闘で労働者側に9人、警備員側に7人の死者が出た。 この事件ではアメリカ中の新聞が組合の労働者を擁護した。バークマンとエマ・ゴールドマンはフリックを暗殺することを決意する。バークマンは暗殺こそが労働者階級を団結させ資本主義社会への反逆に導くと信じていたのだ。バークマンの計画ではフリックを暗殺した後で自殺することになっていた。ゴールドマンの役割はその自殺の後で バークマンの動機を説明することだった。バークマンははじめ爆弾の自作を試みたが、それに失敗すると、ピッツバーグで、拳銃一丁と、立派な背広を購入した。7月23日、バークマンは拳銃を手に、フリックの事務所を訪れた。そのままフリックに3度発砲し、それから掴みかかって蹴りつけた。フリックの助けを聞きつけてやってきた労働者たちに、 殴りつけられ、バークマンは失神した。そして彼は、殺人未遂により、懲役22年を言い渡されたのだった。悪いことに、バークマンの襲撃は、大衆を立ち上がらせることにも失敗したのだった。労働者とアナキストたちは共にその行為を非難した。バークマンは14年を刑務所で過ごし、1906年5月18日に出所した。エマゴールドマンとは、 デトロイト駅のプラットフォームで再会したが、その痩せこけた姿は彼女を恐怖と憐憫の虜にした。刑務所にいる間、バークマンはアメリカビー機にこそなったが、一人の自由な男として人生をやり直すことには素直でなかった。不安とストレスから彼は自殺を考えてクリーブランドクリーブランドで拳銃を購入した。しかしニューヨークへ戻った彼は そこで、ゴールドマンや他の運動家たちが、レオン・チョルゴスについてのミーティングの場で逮捕されたことを知った。この集会の自由の侵害を受けて、バークマンは復活を宣言し、仲間の解放を目指して動き始めた。すぐにバークマンはアメリカにおけるアナキストのリーダー格の一人として、エマ・ゴールドマンらと肩を並べるようになった。ゴールドマンの勧めもあって、彼は、 刑務所にいた頃のことをあるアナキストによる刑務所の回想としてまとめた。執筆することで囚人になったという経験から救われたとバークマンは語っている。1907年から15年までバークマンはエマゴールドマンの母なる地球の編集者をしていた。彼の運営のもとこの雑誌はアメリカでも指折りのアナキスト向け観光物となった。雑誌編集は バークマンにとって自分に活力を与えてくれる仕事だった。エマ・ゴールドマンとの関係は停滞していたが、当時の彼はベッキー・エベルソンという15歳のアナキストと浮気をしていた。1910年、11年にかけてニューヨークに設立されたフェラーセンターを支援し、バークマン自身も講師の一人として活動した。フェラーセンターは スペイン人アナキストのフランシスコ・フェラーにちなんで名付けられた。生徒たちに自主的な思考を促すための学校でもあったが、フェラーセンターは成人たちのコミュニティの場でもあった。メーデーで演説するバークマン1913年9月、コロラドシュラドローの候補たちがストライキを呼びかけた。しかし彼らの親会社はロックフェラー家がオーナーである。 当時最も規模の大きい鉱山会社だった。1914年4月20日、警備員たちがストライキをしていた甲府たちやその家族の住むテントを襲撃し、26人の死者が出る。ストライキ中、バークマンは甲府たちの指示を得て、ニューヨークでデモを行った。5月と6月には、他のアナキストたちと共に、ジョン・ロック・フェラー・ジュニアへの複数の抗議デモを主導した。 抗議活動は次第にニューヨーク中心地からロックフェラー家のお膝元であるテリータウンへと広がる一方で相当な数のアナキストが暴行を受け逮捕監禁されたテリータウンで示された警察の強硬な姿勢はフェラーセンターに集うアナキストたちによる爆破計画へとつながった7月バークマンの仲間3人がダイナママイトを調達しやはり彼に同調していた ルイーズバーガーの住むアパートに投げ込んだ。彼らによれば、バークマンが指導的な立場にあり、グループ内で最も年長であり、経験もあったという。後にバークマンは計画への関与を否定している。7月4日9時、ルイーズがエマゴールドマンの事務所に出かけた。その15分後、大爆発が起こる。爆弾が創発し、ルイーズの住む6階建てのアパートが震え、3階から 先は大破した。ダイナマイトを仕掛けた三人は全員死亡し、もう一人の女性が亡くなった。彼女は明らかにこの事件の共謀者ではなかった。バークマンは亡くなった人間の葬儀を手配している。1915年、バークマンはニューヨークを離れ、カリフォルニア州へ向かった。翌年、サンフランシスコで彼はアナーキスト誌、葉っぱの出版を始めた。 18ヶ月しか発行されなかったものの、葉っぱは母なる地球に次いでアメリカのアナキストたちに大きな影響を与えたと考えられている。1916年7月22日、10人を殺害し40人に重傷を負わせた爆弾事件が起こる。警察はバークマンが首謀者だと考えていたが、証拠はなかった。最終的に、 トーマス・ムーニーとオーレン・ビリングスが犯人だとされた。しかし、二人とも、バークマンと関係を持っておらず、その釈放を求めて、大規模な運動が起こった。ムーニーは、死刑、ビリングスは、終身刑を言い渡されている。バークマンは、ロシア人のアナキストにアピールするため、ロシア革命の最中にあった、ペテルブルクのアメリカ大使館へのデモを組織した。 アメリカやヨーロッパなどでも抗議デモは行われた。ウィルソン大統領がカリフォルニア州知事にムーニーの原型を求め、州知事はそれに応じた。曰くバークマンによって書かれた筋書きは世界に通用するほどよくできていた。アメリカの参戦は1917年。議会は選抜徴兵法を可決し、徴兵制度によって登録された21歳から30歳。 までの全成人男性をその対象とした。バークマンはニューヨークへと戻り、エマ・ゴールドマンと反徴兵連盟を組織。我々は徴兵に反対する。なぜなら我々は国際共産主義者であり、反軍国主義者だからであり、資本主義国家によって行われるあらゆる戦争にも反対するという声明を発表した。この組織は、 反徴兵運動の最前線に立ち、ニューヨーク以外にも支部が誕生した。しばらくして、反徴兵連盟は、公然と集会を開くのではなく、パンフレットをばらまくことが、中心的な活動になる。彼らの徴兵制に登録しない若者を求める、集会を警察が妨害するようになったからだ。1917年6月15日、バークマンとゴールドマンは、 事務所にいるところを逮捕された。警察はアナキストの名簿や宣伝材料の山も押収していった。二人はスパイ防止法違反として起訴される。徴兵制への不登録を共謀して誘導したものとされた。保釈金は数とに月に2万5千ドルだった。バークマンとエマゴールドマンバークマンとゴールドマンは後半中。 合衆国憲法修正第一条を引き合いに出して自分たちを弁護した。本国で自由な言論を抑圧してどうしてヨーロッパで自由と民主主義のために戦うという主張ができるのかと尋ねたのである。賠償の評決は有罪であり裁判官は最も重い判決を下した。懲役2年、罰金1万ドル、釈放後は 国外追放を検討するというものだった。バークマンはアトランタ連邦刑務所で刑に服した。他の囚人から暴行を受けたためそのうち7ヶ月は独居房に入っていた。1919年10月1日に釈放されたバークマンはやつれ青ざめていたとエマゴールドマンは言う。21ヶ月間のアトランタでの生活はバークマンにとってペンシルベニアでの14年間よりも はるかに苦しいものだった。バークマンたちが釈放されたのはアメリカで最初の赤の恐怖が絶頂の時だった。ボリシェビキによる1917年のロシア革命は戦争への不安と相まって反急進主義、反外国感情の風潮を生み出していたのだ。ジョン・フーバーとアレクサンダー・パーマーのもとアメリカ司法省一般情報部はパーマーレードとして知られる。 左翼狩りを始めた。彼らを刑務所に送り込んだフーバーはこう述べている。一ロシア追放の前夜シカゴでの最後の晩餐の席上、バークマンとエマゴールドマンは25年以上前に自分たちが殺そうとしたヘンリー・クレイ・フリックが死んだというニュースを知った。記者からコメントを求められた、バークマンはフリックは神に追放されたと述べている。 はじめバークマンのボリシェビキに対する反応は熱狂的なものだった。彼らによる政変を初めて知った時のバークマンは私の人生で最良の時だと叫び、ボリシェビキが人間の魂が求める最も根源的な欲求の現れだと書いている。ロシアに到着したバークマンの中には情熱がたぎっていた。 彼は14年間の懲役から解放された時以上の私の人生で最も崇高な時だと表現している。バークマンとエマゴールドマンはロシア中を旅し1920年の大半を革命博物館建設のための資料を収集して過ごした。しかし二人が全国を回って発見したのは抑圧と腐敗だった。 そこには彼らが夢見ていた平等や労働者の啓蒙はなかった。政府に疑問を持つ者は反革命的な悪気とみなされ、労働者たちは過酷な環境にあった。彼らが面会したウラジー・ミルレーニンは政府が報道の自由を制限することを正当化して言った。1921年3月、ペトログラードでストライキが起こる。労働者たちが 良質の配給食料とさらなる組合の自治を求めたのだ。バークマンとゴールドマンはストを持している。今沈黙を守ることは不可能であり、犯罪的でさえある。不穏な状況がペトログラード西の軍港まで広がり、トロツキーは軍隊の出動を要請した。このクロンシュタットの反乱では600人以上の水夫が殺され、2000人以上が逮捕された。 ソ連軍兵士も500から1500人が亡くなった。こうして鎮圧された放棄を見た、バークマンとゴールドマンは、もはやこの国には自分たちにとっての未来はないと考えた。1921年11月、バークマンたちはロシアを離れて、ベルリンに移り、数年を過ごした。ほぼ、ロシアを出た直後から、バークマンは、ロシア革命についての小論を書き始めた。 ロシアの悲劇、ロシア革命と共産党、クロンシュタットの反乱は1922年夏に出版された。バークマンはロシアでの経験を本にまとめるつもりだったが、彼が集めた資料を使って、エマ・ゴールドマンも同じような本を書いたためそれを手伝い、彼自身の本はしばらく出版が伸びた。ゴールドマンのロシアでの私の2年間は1922年12月に、 完成し、彼女がつけていないタイトルがつけられ、ロシアでの私の失望、ロシアでのさらなる私の失望として2冊の本になって出版された。バークマンは1923年にボリシェビキの神話を書き、1925年に出版した。バークマンは1925年フランスへ行く。そこで彼は年老いたアナキストたちのための基金を作った。また、 ソ連で収監されているアナキストのために戦いを続け、ロシアの刑務所からの手紙として、彼らの迫害について詳細に記述した。1926年、ニューヨークのユダヤ人アナキスト連合に、一般市民へ向けたアナキズムを紹介する文章を依頼される。ニューヨークのアナキストたちは、平易な言葉で、アナキズムの原理を示すことで、 読者が運動を支援する流れが生まれることを期待していた。少なくとも一般市民から見たアナキズムやアナキストのイメージが向上するだろうと考えたのである。バークマンはアナーキズムの ABC を書いて1929年に出版し、その後何度も再版をかけた。アナキストに詳しい歴史家のポール・アブリッジによれば、同書は 共産主義的アナキズムを最も感銘に説明した本である。彼は晩年の生活が不安定な時期には編集や翻訳をしてここをしのいだ。1930年、健康が優れなくなる。前立腺の状態が悪化し、1936年の初めに二度手術を受けたがあまり成功しなかった。断続的に痛みを感じるようになり、経済的にも エミリー・エクスタインら友人たちの支援に頼っていた、バークマンは自殺を決意する。1936年6月28日午前、病による痛みに耐えきれず、拳銃を自らに向けて発砲したが失敗する。弾丸は石中に打ち込まれ、彼は意識を失った。エマゴールドマンは彼のいるニースに急いだ。午後には昏睡状態に陥り、 夜10時に息を引き取った。近代の歴史に残る、最もわかりやすい、アナルコサンディカリスムの例である、スペイン内戦が始まる一週間前のことだった。1937年7月、ゴールドマンはこう書いている。彼の生き方からして、スペインでのアナキズムの実践の場にあったならば、若返り、新たな力と希望を与えられたことだろう。ただもう少しの間生きてさえいれば、 ロシアフランス語読み風の金表記、バークマン、プリズンメモアーズ、P91、トライアルズスピーチズ、P55、フォーク、ピアニッシモ、177-178、バークマン、ボリショビックミス、P91。ありがとうございます。